今回やってきたのは宮前平。初めて降り立つ土地はいつでもワクワクするな。完全に都内だと勘違いしていたのですが、ここは川崎なのかと土地勘のなさ全開の僕ですが、そんなことは置いておいて今回もサウナに向かいましょう。サウナ施設への道すがらめちゃくちゃ長い坂があると聞いていたのですが、ここのことだな。サウナの前にいい運動になりそうだ。5分ほど歩いたところで見えてきました。宮前平源泉湯けむりの庄。湯けむりグループとして数店舗を運営しており、サウナや岩盤浴、天然温泉などが楽しめるこちらの施設。広々とした敷地に駐車場も完備。さらに駅近ときたら、これはめちゃくちゃアクセスしやすいな。今回は開店めがけて出発したので、まだまだお客さんは少ないようだ。それでは中へと歩みを進めるんですが、この高級旅館さながらの雰囲気、落ち着いた和テイストのこの空間はワクワクをさらに増幅させるな。137を全力で確保。さてさて、これで準備は万端だ。まだまだお客さんは少ないと思っていたんですが、なんと中に行列ができていた。宮前平恐るべし。それほどお客さんに愛されている施設なのだろう。待ちに待った入場。それでは行きましょう。早速館内着に着替え、準備は整った。それでは中を見ていきましょう。中も外観同様、和風高級旅館のような落ち着いた雰囲気。広々とした休憩スペースに、レストランに岩盤浴。いやー、これは癒しを求めに足を運びたくなるでしょう。そして施設内で流れていた BGM が全自動ピアノの演奏だったというのは驚きましたね。この心地よい音色もリラックスへと誘ってくれますよね。館内を見て回ったところで、それではサウナ行ってきます。はい、というわけで今回も蒸され散らかしてきました。いやー、最高だったな。そりゃあマッチも染み渡るってもんだ。それでは今回のサウナのポイントをまとめていきます。まずは茶室なんですが、20名ほどが入れる広々茶室でテレビあり。室温は約90度オーバーでちょうどいい暑さ。湿度も高めで呼吸もしやすい。こちらは何といっても遠赤外線のストーブとストーンタイプのストーブの二刀流という珍しいサウナ。サウナ界の大谷翔平といってもいいでしょう。この二刀流サウナに加えて、なんとセルフロウリュもできてしまう。アロマのいい香りも漂ってたまんねー。存分に蒸され散らかしました。続いて水風呂。こちらは6名ほどが利用できる広々とした水風呂。水温は約18度でちょうどいい冷たさ。深さもあるので全身すっぽり。これは超爽快。やっぱり深さって大事だよな。最後は休憩。内湯と露天風呂を合わせて椅子が6台、デッキチェアが5台、ベンチが2台と充実した整い設備。僕は露天風呂にあるデッキチェアに全身を委ね外気浴。ここの外気浴は開放感がたまらない。広々としたスペースに加え、青空がこれでもかと広がる。リラックスしているのに思わず叫びたくなるような開放感。これは完全に決まりましたね。そして体が冷えてきたら天然温泉で温まる。最高の幸せだ。サウナだけではなくお風呂の種類も豊富。これは行列ができるのも必然だろう。最高だった。さてレストランへ移動し、サ飯をいただこう。担々麺がめちゃめちゃ気になっていたんですが、このそばのセットも気になるな。期間限定だし、これにしようか。待ちに待った料理が到着。そばに天ぷらにミニ丼もついている。普段はカレーか麻婆か混ぜそばしか食べていないので、久しぶりにそばと天ぷらはテンションが上がる。
それではいただきます。まずは蕎麦から。うん、噛めば噛むほど蕎麦の風味を感じる。つゆとの相性もバッチリだ。これはうまい。蕎麦はやっぱり寒くても冷たいのに限るな。つるりとした喉越しもたまらん。続いて天ぷら。エビやマイタケ、タケノコなどどれもうまい。サックサクの衣と素材の旨味を存分に感じられる。3種類からチョイスした牛バラ肉のスタミナ丼もうまいな。そば、天ぷら、スタミナ丼のこのトライアングル、もう箸が止まらない。自分の食欲に任せてひたすらに食べる。うぅ、食った食った。ごちそうさまです。お腹も満たされたところでリクライニングシートで一眠りしよう。サウナに入ってうまいもんを食って寝る。これほどの幸せはないだろう。最高の瞬間だ。とは言いつつずっとダラダラしているわけにもいかない。溜まっている編集作業をやっていく。終わったら YouTube でも見ようかな。編集も一段落して最後にもう一サウナ。最近はこれが定番になっている。最高の締めにしよう。最後にサウナを存分に堪能してそろそろ出るとしよう。いやー、宮前平源泉湯煙のショー最高だったな。サウナに温泉、休憩スペースにうまい飯、和テイストの落ち着いた空間と全てが揃った最高の施設だった。昼間とは違った夜の雰囲気も素晴らしい。アクセスもいいのでまたダラダラしに来るしかないな。さあ、ご飯を食べて帰るとしよう。溝の口で降りてやってきたのは龍華飯店。本格中華が食べられるということでわざわざここまでやってきた。それでは中へ入ろう。こんなにメニューがあると迷ってしまうなぁなんて思いつつ、結局食べるのは麻婆豆腐。ここからは黄色マッキーの麻婆豆腐チャンネルになりますのでよろしくお願いします。見るからに辛うまそうだ。待ちに待った麻婆が到着。プルンプルンの豆腐にゴロゴロとしたひき肉。辛さは中辛と辛口の間といったところでちょうどいい。言わずもがな白飯が止まらなくなる。白飯と麻婆、めちゃくちゃシンプルですが、この2つさえあれば僕は幸せをかみしめることができる。あー、うまかった。あとは帰って寝るだけだ。次はどんなサウナとサ飯に出会うことができるだろう。楽しみだ。